昭和42年の新春を迎えた自衛隊習志野の陸上自衛隊第一空挺団では今年も初降下で活躍を開始した。雪に閉ざされた北海道航空自衛隊千歳基地では隊員たちが零下30度を超す厳しい寒さの中で滑走路の除雪作業に努めた。スキー部隊、そして雪煙を上げて走る戦車。2月28日から4日間、北海道第2師団は師団長搭載のもとに旭川から十勝岳山麓の広大な雪の原野で積雪地戦闘演習を始めた。2月8日松田防衛庁長官は防衛大学校を視察、学生隊を観閲した。引き続き横須賀にある自衛艦隊司令部を視察、旗艦秋月艦上で栄誉礼を受ける長官。3月13日、首相官邸で佐藤首相、増田防衛庁長官ほか関係閣僚に天野倒幕議長などを交えての国防会議が開かれ、第3次防衛力整備計画の主要項目が決定された。第3次防衛力整備計画の大きな目標の一つに装備の近代化が挙げられるが、従来の M15、M16 高射火器を更新するためにこのほどスイスから輸入された L90 高射機関砲、発射速度は1分間に約1100発という高性能の機関砲である。一方、航空自衛隊では43年度を期して採用されるバッジシステムに備え、その要員の教育を進めているが、その一つ、浜松基地の整備教育。また、小牧基地では操作教育が行われているが、整備と操作が一体になってこそ初めてバッジの機能が生かされるのである。電子 FDC 装置の研究も技術研究本部によって着々と進められている。これは野戦火砲の射撃統制装置を電子化して、レーザー、小型電子計算機、電波初速測定器およびラジオゾンデなどによって射撃所限を早く正確に測定し、射撃効率を向上させるものである。また国産30型ロケットの発射実験が8月24日東富士演習場で行われたが、14発の全弾が目標に命中するという好成績を挙げた。
38年度建造計画による初のダッシュ搭載艦高槻がこのほど完成。3月15日、増田長官をはじめ関係者多数が出席。引き渡し式に続いて自衛艦機の授与式が行われ、海上防衛の任務に就いた。3月27日、13師団は日本原演習場において紅白戦技を展開した。この演習には107ミリ迫撃砲と106ミリ無反動砲が使われ、隊員たちは標的標艇に懸命であった。3月18日、防衛大学校本科11期生と理工学研究科4期生合わせて531名の卒業式が、増田長官はじめ内外の来賓父兄参列のもとに行われた。各方面の注目を浴びた恵庭事件の判決公判は3月29日午前10時、札幌地方裁判所第一法廷で開かれ、辻裁判長から野崎兄弟に無罪の判決が下された。しかし注目の自衛隊の合憲違憲には直接触れず、切断された通信線は自衛隊法に言うその他防衛のように供するものに当たらないとして、防衛用器物損壊罪は成立しないとの見解が取られた。かねてから問題になっていた飛行場周辺の安全措置も対策が立てられ、横田基地周辺では侵入表面下約700個の集団移転が始まった。豊川の第10施設大隊は春日井市に新しく駐屯地を開設。3月10日、春日井市民の温かい歓迎のうちにその移駐が行われた。これで陸上自衛隊の駐屯地は116箇所になった。4月14日、三笠の宮同妃両殿下をお迎えして東北大博覧会が仙台市で開幕され、これには自衛隊も協力し、陸上、海上、航空の各自衛隊の装備の展示のほか、陸上自衛隊中央音楽隊の演奏、航空機の祝賀飛行などが行われた。第8次南極地域観測の輸送支援の任務を無事終了した砕氷艦富士が140日ぶりに桜咲く4月19日東京晴海ふ頭に寄港した。
5月12日、陸上自衛隊第19普通科連隊を主力とする海上機動演習が、長崎県壱岐において海上航空自衛隊協力のもとに展開された。ついで5月28日、東京湾から大島東方海域において自衛艦隊の海上展示訓練が行われた。招待者約450人は護衛艦天津風、秋月、磯波、春雨の4隻に分乗し、対潜水艦攻撃演習などを熱心に見学した。第11回遠洋練習航海は、6月26日、増田長官はじめ多数の見送りを受けて、アメリカ、カナダに向かって東京晴海ふ頭を出発した。星野司令官以下、1112人の隊員は、機関照月、四季波、夕立、村雨の4隻に分乗し、125日、2万4000海里の旅に出た。途中、カナダでは建国100年祭に参加し、また初めてアメリカ東海岸のニューヨークなどにも寄港し、国際親善にも寄与した。7月18日、首相官邸で第2回総理大臣顕彰式が行われ、陸上自衛隊松代派遣部隊は、松代地震の災害防止・復旧作業の功績により、佐藤首相から顕彰状が贈られた。また、9月1日、防災の日には、災害派遣に活躍した陸上自衛隊第1師団、第12師団、および海上自衛隊松山沖全日空捜索災害派遣部隊が総理大臣から表彰を受けた。8月28日、新潟県北部から山形県下にかけて集中豪雨があり、浸水家屋6万4710戸、134名の犠牲者を出した。自衛隊では直ちに第12師団および第6師団を中心に延べ4万人以上の隊員、車両650台、航空機35機を派遣、災害地の救難作業に当たった。第109施設大隊は
6月14日から約4ヶ月間、島根県隠岐の島で中学校用地の造成工事に着手した。こうして自衛隊の部外工事は各地で行われ、この1年の部外工事は326件に上った。7月、芦屋基地周辺海域で航空機の搭乗員が海上に不時着水した場合の捕鯨訓練が行われた。着水手順、救命装備品の使用操作法、漂流体験など約1週間連日厳しい訓練がなされた。防衛庁にとって懸案であった防衛庁設置法及び自衛隊法の防衛二法改正案は7月10日衆議院を通過、7月20日参議院本会議で可決、3年ぶりに成立した。この自衛隊法の改正により、入間基地から百里基地に移動した第7航空団では F-104 ジェット機のアラートが開始され、首都防空の任に就いた。7月6日防衛研修所では10ヶ月にわたって国防問題について総合的な研修を終えた第14期一般課程32名の修了式が行われた。9月19日、市ヶ谷駐屯地大講堂で高級幹部会堂が開かれ、増田長官訓示の後、自衛隊が当面する重要問題を中心に活発に意見が交換された。海上自衛隊は9月25日より1週間、太平洋沿岸海域において海上交通の保護、主要港湾の防衛、通信、後方支援などの演習を行い、艦艇約60隻、航空機約60機、約1万5000の隊員がこれに参加した。そして演習終了後、自衛艦隊司令部において総合研究会が行われた。10月6日から4日間、北部方面総監搭載の下、第11師団は方面直轄の各職種部隊を加え、隊員6500人、車両2000両が参加する機
菊演習を島松演習場一帯で行った。これには装甲車を主体とした7師団が対抗部隊となり、航空自衛隊の支援もあって立体的な攻撃を繰り返し、実戦さながらの攻防戦を展開した。また航空自衛隊ニュータバル基地では滑走路補修工事のため第5航空団による板付け基地での移動アラートが開始され、10月上旬から2ヶ月にわたって行われた。7日朝、かねてから内機フォークの国産化問題と取り組んでいた森田装備局長が急逝。10月10日、その葬儀が初の防衛聴聴としてしめやかに執り行われた。葬儀には葬儀委員長増田長官はじめ関係者多数が出席し、故人の冥福を祈った。日米政府間で交渉中であった地対空ミサイルフォークとナイキハーキュリーズの国産に関する取り決めがまとまり、10月13日、市ヶ谷の在日米軍事援助顧問団事務所において、三輪事務次官と米国防省フィディ氏の間に覚書が取り交わされた。過去1年間に殉職した57柱を新たに合祀し、846柱の自衛隊殉職者追悼式は10月28日、増田長官はじめ関係者多数参加のもとに厳かに行われた。明けて29日、自衛隊創設17周年を迎えた中央観閲式が東京国立競技場正門前において盛大に行われた。台風一過、晴天に恵まれたこの日、観閲官は佐藤内閣総理大臣、そして沿道を埋め尽くした一般市民を前に、参加隊員4500人、火砲戦車330、航空機100機と陸海空一体の大パレードを披露した。
また11月3日文化の日、航空自衛隊入間基地では第6回航空祭を開催。この日開放された基地は10万人以上の一般市民でにぎわい、和やかな祭典であった。さらに11月5日、伊勢湾において艦艇42隻、航空機25機が参加して観艦式が挙行された。第二次大戦後の日本において傑出した政治家として国民に尊敬され、また自衛隊の生みの親でもあった吉田元首相が10月20日逝去。そして10月31日、日本武道館では戦後初めての国葬が隊員1500人参列のうちに執り行われた。福井区と菊香る祭壇の前は吉田元首相の冥福を祈る多数の人々でうずめ尽くされた。自衛隊員も市民に混じって最後の別れを告げた。11月15日、天野倒幕議長が勇退し、航空幕僚長の牟田勲章が倒幕議長に就任した。年の瀬を前に11月25日、佐藤総理は内閣改造を行ったが、増田長官は留任することになった。内閣改造に伴い、浦野政務次官は三原新政務次官と交代。ついで12月5日、三輪事務次官の勇退によって、小畑防衛施設長長官が新たに事務次官に就任した。12月2日、三菱重工小牧工場で航空自衛隊の新しい救難捜索機 MU-2 1号機の引き渡し式が行われ、引き続き展示飛行に移った。
11月25日、砕氷艦富士は第9次南極地域観測隊の輸送支援にあたるため、数千人の人々に見送られて東京晴海ふ頭を出港した。こうして昭和42年も暮れようとしている。顧みればこの1年、防衛庁にとっては国会をはじめ各方面において問題多き年であった。同時に絶えず揺れ動く今日の世界情勢は国防の任務をますます重要なものにしている。自衛隊は陸に、海に、空に、そして日本の北に、南に、その使命達成のために明日もまたたゆみない努力を続ける。